どうもこんにちは、宣伝部長の小市です。今日は「のどごろ事件再来か!」ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで世間ではね東京15区補選で、まあ、盛り上がってるとこなんですけども、まあ、NHK 党から出馬された、えー、と福永弁護士はねもうすでにエベレストへあの立ったということでありまして、まあ、今後はネットを使った、まあ、選挙に入っていくという形ですね。まあ、となると、まあ、翼の党と とかがあちこちに突っ込んでいってますけど、まあ、そういうのと本当に無関係、無風みたいな <laughs> 状況ですかね。はい、そういう形でね、私は。だからこれを機に、本当にね、ネット選挙っていうんですかね、ネットを使った選挙っていうのが、まあよりもっとね、有効活用されるといいなというふうには思いますが、はい。で、そんな中で、今、経由地のソウルにいらっしゃって。 でその少し前に佐藤沙織さんとちょっとコラボされた件があったのでその感想をやっていきたいんですけどまずはねちょっとねのどぐろで有名になりました斎藤忠之さんの件ですねのどぐろっていうよりはスパイ事件の方かなあの <laughs> のどぐろの,の印象が強すぎてなんか斎藤さんといえばのどぐろをおごってもらった人みたいな状況なんですけどなんか今結構大変な状況になってるらしくって まあ簡単に言うと警察にいるという話なんですよね。でその中で手,組手紙を託されたということでそれが公表されたんですよね。正直ねこの件は使おうかちょっと迷ったんですけどこれがねなんかその要するに警察にいる件が個人のだけの話だったらそれはもうあの個人の話じゃないですか。なんですけど一応その。 スパイ事件はあったわけじゃないですかだからそことつながりがひょっとしたら出てくるかもしれないって感じでまあ点が今んところ点なんですよ。まあ、それが線になる可能性もあるかなと思ったんで一応ね、まあ、取り上げていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらはですね中江智也さんですね東京都知事選挙立候補準備中ということで先日のね東京都知事選の、えー、と記者会見にもね確か出ておられたというふうに思うんですけども。 えっとその方がですね斎藤忠之氏に、えー、と面会してきましたっていうことでまああの子どもの頃からと言いますか昔からの知り合いだというところですねはい。 ということで結構その途中でなんかみんな連絡が取れないとかいろんな話があったわけなんですけどもおそらく現状について一番詳しい方である可能性が高い方ですね。はい、で,で、えっと、ここからツリーの形で斎、えっと、藤さんの文章をね、まあ、公開されたって感じなんですけど。 はい、といとうわけでここからちょっと手紙をご紹介したいんですが、まあ、割と長いので要約しながら行きますけども、まあ、タイトルが後悔後悔先に立たず獄中二期ということで、えー、とまあ結構あの、まあ、丁寧に文章をこう綴っておられるような印象がありますが、えー、とまあ国政選挙等々ですね、まあ、出たっていうことで、まあ、法を 遵守し立法する立場だったにもかかわらずちょっと今回のような結果になったことで申し訳ないということですね。はい、で、えー、と改めて書く必要はないかということで、えー、と私は現在の私は NHK から国民を守る党とは一切関係がないということですね。はい、<laughs> ということで。 ただ、ちょっといろいろお話をしたいんだけれども事件に関しては示談が成立しておりということで今、逮捕されている件についてはまあお話ができないということのようですねだからこれについてはちょっと具体的に何があって逮捕されたかについてはまあちょっとあのまあ分かりにくい部分もあるという感じですね。で、えっと、3月25日にえっとです、ね、渋,渋谷署の署員にえっと自宅前で緊急逮捕されたと。 いうことですねで奥さんがすごくあの,あのまあ後々いろいろ知ったらしくってでそれ知った奥さんがまあ、ちょっと、まあ、100万円かき集めてま自、あ、談に至ってえー、っと自談に至ったんだけどもなちょっと起訴されたっていうちょっとねなかなかない事態になったらしいということですね。はいでこっからまあそういこういったことになってしまった動機みたいな話ですね。 で、まあ、分不相で,でしたということで立花、まあ、さんとか周、まあ、に認めてほしくってまあああいう状態だったのかなで態度も傲慢だったということで、えー、と自分にもスパットライトがもっと当たるべきだみたいな話ですかね。ということで、まあ、周りにすごい人たちがたくさんいるので勘違いしてしまいましたみたいな形で,でその中で見えを張ったりする中で金銭感覚が狂い始めてまあ そのことによってまあ、あれですかね借金だけは残ってしまいましたっててししままいいたうことをっっしゃててるって感じですねはい、まあ、ここについてはちょっと本人の感覚なんでわかんないところありますけど、例えるならば、ちょっと、あの、何ですかね、パワーマンのなんか、こう、ママ友のマ、ママ友の付きあいで <laughs> まあ周り、周りに合わせてランチとか着るものを買ってったらお金がなくなっちゃったみたいな話に近いのかな。まあ、ちょっと違うか。まあ、というところで、まあまあ、いろいろ、まあ、 金銭感覚はまあおかししくなってしまってまあ、そのれは元からなのかまあこういう環境だからかについてはよくわかりませんけどもまあいずれにしても選挙におかけをお金をかけないって方針であったにもかかわらずまあそれで、えー、とお金をかけたりしてそこで無理したんで借金したんでってことですかね。まあその中で、えー、と自転車創業的になりでお金がなくなっていったという感じですね。 まああとあまり詳しくは書いてないんですけど、あ,あ、そっか。でも給料は出てなかったけれども、まあ、立花さんの建て替え金みたいなやつでしたっけがあるから、本来的に入ってくるお金は変わってなかったのかな。まあ、でもギリギリでやってるところで、はい、ちょっともうこれ以上無理ってなって、大津さんと話してくれってなったら、ちょっときつかったってことなのかな。まあ、そこについては、まあね、ちょっとね、まあ、これは私は大津さんが悪い件だと思いますけど、 まあいずれにしてもその後はちょっと問題で大津さんに内部情報まで売ってしまったというところですかね。はい、であとこう私が気になったのはこの補足ですね。弁護士は今回の事件が起訴になったことに首を傾けていました。 示談金や刑事罰を求めないこと被害届の取り下げなどが盛り込まれた内容だということで要は、まあ、その事件の、ね、中身が明確に書かれてないんでわかんないとこありますけど、まあ、どうもお金がらみっぽいんですよね。でその中で要するに被害者と示談が済んでてで向こうから刑事罰を求めないと言われているのにその後。 うん、起訴されたっていうのは弁護士もちょっと不思議に思ったっつうのは、まあ、これがここで言ってることが本当だとすれば確かにおかしいよねっていうことなんでしょうね。ということなので弁護士からはまあ不起訴いわゆる、えー、と釈放以外はないと言ってたけれども結局検事からさんからは類「類反常習」とまでいかないが。 感情が悪くっていうことで悪質だと見られたってことですかね。で弁護士がじゃあそれだけでなく余罪による再逮捕があるのかと質問したら答えられないと回答があったらしいのですということでこれを聞いて考えられるのは麹町警察署の件しかありえないということですね。まあねこれなのかちょっとわかんないですけど麹町警察署の件というのは要するにスパイ問題の実習ですよね。 うん、だからそれかでもあと別件で捜査二課に大津、まあ、さんたちと一緒に行って情報提供したりとかしてる件とかもありましたよね。あれって内部情報提供だからまあちょっと両方似たような件ですけどまあ普通に考えるとこの話をまるっとお飲みにするとなると確かに変だよねとは思うわけなんですけどはい。 っていうところですかねはいでさらにまあその後えー、っとですねまあままならまあ借金がままならなくなってやみきにまで手を出してしまいまあそれがどんどん膨らんでいったっていう状況のようですね。 はいでまあ、元金は返したらしいんですけどそれ利息の部分ですよねまあそれもちょっと合法かどうかもわかりませんけど、まあ、そこが返せなかったっていうことでまあ、政治活動していると目立つからって形でストーキング状態にああいいということをおっしゃってますね。はい、でそれプラス、えー、とみんなで作るとの300万裁判とか等々でまあ,あ相談ねどんどん人に話せなくなってしまいで働くこともできなくなってうん。 まあちょっとね、まあ、どんどん追い詰められる状況になっていたというところですかね。っていうのがとうとうずっと書かれてるっていう感じですね。はいで、あとはここからは、ちょっと被害者の方に対してごめんなさいって話であるとか、まあ、奥さんに申し,申し訳ないとか、感謝してるとか、まあそういう話ですかね。はい はいまあ、そういう状態にあるので奥さんとこのそばにいたいんだけれども、まあ、現状は拘置所への移送を待ってる身となっているって感じですかね。でさらに保釈が認められるかどうかも現在は決まってないっていう状態ですか。はい、で保釈金は100から150万が相場らしいということで今渋谷警察署にいるんで、まあ、お力を貸していただける方は面会にぜひいらしてくださいという。 お話ですね。まあ、だから趣旨としては今までの、まあ、こういった状況の経緯説明と、まあ、保釈にあたってのお金を出してくださる方いらっしゃいませんかという内容だというふうに理解しました。はい はいという感じでねまあ途中まではまあいろいろ経緯をお話しされてるのかなと思いましたけどもまあ最後の方にまあ簡単に言うとお金の虫みたいな感じになっているので、まあ、ここもやもやした感じで読んだ人がちょっと多い印象ですかねいろんな方の感想を見ましたけどね。とかちょっと今までの経緯もあるので、うん、まあちょっとなんて言うんだろうな こう同情的な意見をほとんど見なかったっていう感じですかね。はいまあ、というのもあってちょっと紹介するのが難しくって最後の一文がなければとだから途中で書いてあることがさその目的によってなんかこうその目的を達するためにいろいろ書いてるのかなと。例えばその、えー とその麹町書の件の匂わせみたいな話もありましたけどそれを言えばそれが気になった人が出してくれるのじゃないかとか、まあ、そういうふうにも読めちゃうわけで、まあ、その辺はすごい難しいなと思いましたね、まあ、正直に全部書いてるのかもしれないんですけどね、まあ、正直に今までの経書いて正直に今あの早く出て妻のそばに行きたいっていその気持ちをそのまま書いた可能性の方が高いかも分かりませんけどうんというところですかねまあでもこれはまあちょっと近しい方 のねまあがかまあ今までこうねお付き合いしてる中でお金を貸してらっしゃる方等々もいらっしゃるらしいのでねえ、うん、その方々のまあ感想というか、まあ、対応っていうのがまあ何て言うんでしょうねまあ尊重されるべきというかまあ私はあまり関係ないんでね何とも言えないところありますけど、まあ、とりあえずご紹介させていただいてであの何て言うんだろうなまあ まあ要するに多くの人がこうこ,こで気になったのはまあ心配してる人はね斉藤さんの心配ということになるんでしょうけど中身の情報としてはそのどういったことで捕まってるのか分かんないけれども通常だったらその釈放される件でまだ捕まったままだとでさらに再逮捕の可能性がありうるという状況なのでそうすると例のスパイ事件とつながってくるのかなとか思って ちゃったりするわけですよねでそれプラスなんか今は別件で、まあ、その黒川さんの件も今燃えてると言いますかいろいろ起きてるわけじゃないですかでまあ今あちこちの、まあ、選挙妨害のようなことをやってますけどそれってまあでも1年前に大津さんの部下としてやってた時期もあったよねとまと、あ、そこについての、まあ、命令関係は大津さんは否定するでしょうけど上司という状態で明確に止めてはなかったように見えたのでまあ なんて言ううだろうなまあ、むしろ立花さん困ってるとこは嬉しいみたいなことも言ってたらしいんでね、まあ、とにかくそれ含めてあのこれ全てばばばばばっていう形でつながっていく可能性がないわけではないのでなんか今まで何で警察がこれで動かないのかなっていう件がいっぱいあったんですけどそれはなんか本当になんかこう。 ちちっちゃい話ととかか、て見られてるとかあるいは橘さんが一応めちゃくちゃ怒皇人とかあるいは反権力の人だからっていう形でそういう扱いを受けていた可能性はやっぱりあるわけでその一方で今回黒塚さん突っ込んでったのは本当に、まあ、権力のど真ん中と言いますか東京でいうとねやっぱり警察官のの給料を支払いしてるのは東京都知事ですからね。だから何て言うんだろうなまあちょっと表現難しいけど。 まあ警察官にしてみたら行政のトップつまり社長に対して「お前何やってんじゃこりゃ」みたいな状況であるわけで今まで以上まあ他の県と比べても普通に動いていてもおかしくないあのなん他の県だったら動かないけどこの県だったら動くみたいな事例のとこに行って突っ込んだわけですよね。 はい。という形なので、まあよくわかりませんけど、そういうのでいろんなことがつながるっていうのはまあまああることなので、まあ一応それを抑える意味でもご紹介をさせていただきました。はい。で、えー、っと、あとですね、福永弁護士がなんかソウル行かれてましたね。なんか、あの <laughs>、なんかいつも通りっていうか、ほら、福永弁護士は世界中あちこち行ってるから、もうなんかそこを、 なんか「今日はソウルです」とか「今日はどこです」っていうのはちょっと慣れてきてる部分はあるんですけどなんかやっぱり一方でこうね中国補正でこうわーってなってる中で何て言うんだろうみんな邪魔されて大変だっつってこっちは一生懸命活動したいのにって言ってる中でなんか一人ソウ,ソウルですみたいな <laughs> あの <laughs>、あの <laughs> あの。 なんて言ううだろ凱旋を邪魔されることは絶対ないみたいな、まあ、状況になってましてですねあの非常にその対比がねすごくあの面白いなとは思いましたね。はい、という形で,でその、えー、と福永弁護士と,、えー、と佐藤沙織さんですねが、まあ、コラボをやりましてなんか急遽決まってですかねでお二人で話されていてなんかすごく。 まああ興味深いあのコラボでしたねはいでまあお二人とも YouTube やられてるから普段自分の考えとか気になってることとか世の中に発信したい方がいいことはお話ししてるわけじゃないですかまだけどえっ、ー、とちょこっと面識はあるのかなの関係性の中で相手はどういうこと考えてんだろうなみたいな感じの質問になっていくわけですよねコラボなんでね。そう だからそういう形でなんか緩い雑談風でしたけども、まあ、お互い専門職でもありますし話のレベルとしてはめちゃくちゃ高いみたいなことがまあ押収されていてですね非常になんか2時間ぐらいあったかな結構めちゃくちゃ楽しく聞かしていただいたっていうまあそんな感じですよね。まああとその話としては何て言うな 福永弁護士って結局 NHK とかで出てるけどなんかこう NHK 党の外側から見てるまあ実際今までもそういう解説を外側からするみたいな感じの人だったのでまあ今回立候補したから中のように見えるけどでも立ち位置としてはいまだそなんか外側にいる感じなんですよね。はいで佐藤沙織さんもまあ福永弁護士よりも,もちょっと外側って感じのイメージですかね。か一旦まあ中にいたんでその ちょっとその NHK 党との関係性はどうなってんのかなみたいなの <laughs> まあそもそも代表権騒動がなければじゃあ今私こうしますああしますって言い,やす言いやすかったと思うんですけどまあなかなかね明確にい言いづらいっていうかいう状況の中でまあどっかでなんか私は NHK 党じゃないですみたいな佐藤の党首ですみたいな動画を出してたような気がするんですけどなんかうんまあそんな感じでこう 近,近い要するに関係性はありつつちょっと離れたとこから NHK と語るみたいなところもすごく面白くってなんかサイコパスが集まってるよねみたいな話はあの <laughs> めちゃくちゃ面白かったですね。あなるほどみたいなそれなんか結構なんかほらいろんな人がいっぱいいるから。 なんでこんな人が集まってるのかなっていうのはパッと見みんなが思う疑問なんですよね。だけど全員パサイコパスって言われちゃうとなんかこう一本櫛が通ったような <laughs> 気がするというかそうだから私はなんかやべえやつあやべえやつっていう表現はあんまり良くないけどな何ていうの、まあ、そういう人が集まりやすいなと思っててそれはなぜなら立た拓さんが一番やべえやつだからっていうところでそういう人に惹かれて集まるのかなと思ってたんですけど。 なんかそれが、まあ、サイコパスという言い方するとまあ面白いなと思いましたね。だからあのまあサイコパスって言っても別に悪いサイコパスじゃないと思うんでなんていうのかな結局みんな独自の主張があってでああそうだから武将ばっかり集まってるイメージですかね。だから独立遊軍の集合体みたいな感じでもうもうな,なんて言うんだろうな。 ね、斉藤さんも「私はイエスマンです」って言いながらなんか独立してる感じがすごいするんですよね。まあ、実際そんな感じらしいんですけど、まあ、なんかみんな自由にやってますよね要するに。あのだからあのやべえ人がリーダーで自由にやってええでって言うとなんかそういう人が集まってその,そのなんていうそういう人たちが集まってくるのかなってちょっと思って一、まあ、つちょっと勉強になったというか <laughs> でもこれ再現性ないから何の勉強にもならないんですけど なるほどなーっていうのはちょっと思いましたね。だからみんななんだかんだ結構やべえことやるっていうのかな。そこ躊躇なく行くんだみたいなのはまあなんかそれ全員似てるんですよね。だって立花さん自身はまずそうですよね。えー、みたいなことをよくやるわけで。でそこはまあ石橋を叩きながらと言いながらまあどんどん突っ込んでいくわけですよね。そうで、えっと とそれあと浜田さんなんかもね普通にね国会であの他の国では共産党っていうのは憲法で禁止されておりましてみたいなの <laughs> よく言ったって感じですけどなかなか言えないでしょだってそのレベルの話だけじゃないですよすごいよねで世間があとあの統一教会ひどいってなってる時に統一教会の人に会って話聞いてきますみたいな <laughs> あのむしろこの人たちの方が大変ですよみたいな話をしてみたりとかまあすごいですよね だから日和見そうだだから日和みにっていうか周りの空気とか世間とかの反応を必要以上に気にしちゃって動けないっていうのが一般人なわけですけどまあこのなんかサイコパス集団っていうと失礼なんかこれ失礼になるなな何て言ったらいいんだろうあの <laughs> <laughs> イケてる集団って言えばあの失礼にならないイケてるもなんか合わないよなでもサイコパス本当にしっくりきたんだよなっていう感じで、まあ、とにかくその <laughs> <laughs> だしまあ、浜田さんもそうですよね斎藤さんもイエスマンって言ってるけどなんかイエスの方がめちゃくちゃはっきりしてるような気がするんですよね。まあ、なんか要するに でもなんでイエスマンかっていうとその自分の立ち位置が立花隆さんによって作られたものだそれプラスガーシーさんもあると思うんですけどであるがゆえにまあ自分の立ち位置はここですだからイエスマンなんですっていうことなわけですよねだからおそらくですけど自分の力で票を取って斎藤の力で一票取った場合によってはまあ あのたくさん取って自分の取った票によって2人3人産んだってなったらま,また立ち位置が変わってくる可能性があるのかなと「んあもうこんだけ取ったら自民党行きます」とか <laughs> 言うかもしれないしその辺はちょっと分かんないですけど、まあ、その辺は今までの恩義とかもあるから、まあ、この位置に上げてもらったっていうのも含めてちゃんと考えた上で、まあ、そこに合理性を乗っけて話されるんですよね。で、まあ、でもななんかね忖度してるイメージはまずないので いあとはあとはまあ福永弁護士とかもなまあその人間性の部分はちょっとねよくわからないとかありますけどなんかまあ、人間性は優しいっていう私はイメージなんですけどねただそのなんかもう気が付いたら違うとこいるから何て言うんだろうななんか。 怖えなっていうのすごい、途中まですごいなと思ってたんですけど、途中から若干怖いなと思って、なんかこう、例えば、東京、東京にいて、ソウルは、なんか、まあ別にあるじゃないですかな。なんだっけね、一回なんか、どっか、南米かどっか行ってませんでしたけど、なんか、なんかえぇみたいな、え、ここみたいな、ちょっとその前まで街にいたよねみたいな、その、なんて言うんだろう <laughs>。あの <laughs>、ちょっと場所間違ってて申し訳ないんですけど、一回びっくりした時があって。 まあだからその辺はもうあれですよねすごいですよねその間に、まあ、当然さまざまな雑務も多分あると思いますしそれで YouTube 撮ったりとかしてそれをひょうひょうとこなしてるのでそうでなおかつ熱いところもあって今回も立花さんのね、まあ、戦略に乗りますよみたいなこともおっしゃっていたりやっぱりあの例のね、まあ、大津さんの,の鳥騒動においてもこ その立、ね、場さんがやっぱりあの困った時に熱いメッセージを送ってみたりとか、まあ、時々やっぱりあのごくまれにですけどね憤りと言いますかやっぱり党に対する乗っ取りの憤りを感じるような発言っていうんですかね、まあ、それは私がか勝手にね感じ取っただけなのかもしれないんですけど、まあ、そういった意味においてはちょっとサイコパス度はちょっと福永弁護士は低いのかもしれないですね。あの行動がすげえみたいなんんででそう見えるってとこであとこあ佐藤沙織さんも まあすごいよね。あの会、だから会計士やってて、財務省ショップコースっていうね、あの、もう、その時点でやべえじゃんって話で、なんて言うんだろうな、でもやべえ逸話が多いけど、まあでも、あそこまで突っ切れるっていうのは、まあすごいし、今の時代やっぱりそういうね、なんか、やっぱり思ったらやるみたいな方々がやっぱり必要なんでしょうね。まあなんか、すごいよね、みんなね。<laughs> <laughs> 気がついたらなんかやって,てそうであとなんかほらえっ、ー、と、まあ、佐藤沙織さんといえばなんかあ,のあらゆるプラットフォームに嫌われてる問題っていうのがあってなんでそんなことが起きるのかねみたいな <laughs> ことも起きるしあれはちょっとよくわかんないですよね。あとなんかこの間 X で見たんですけどハルミフラッグになんか断られそうだみたいなねマンションだと思うんですけど。 あれはでも、その YouTube でね、なんかこう、アルミフラッグで自分の国作るぐらいの宣言してたじゃないですか。あれ。<laughs> いや、それ、まあ万が一、万が一見つかってたら、こんなやつ置けるわけねえだろみたいなことにちょっとなるんじゃないかなと思ってたら、そうなっちゃいましたねって感じで、警戒はするでしょ、だって、そこで、あの <laughs> 政治活動して、なんかもう、なんか佐藤の国を作るんだぐらいのこと言ってたわけで。 まあだから、N 党界隈見てる人は、なんか、ふんふんふんっていう感じで聞いてたと思うんですけど、あれを、例えば全く、なんかこう、この界隈知らない状態で,で、ハルミフラッグに受付の人がいて、一応、名前で検索ぐらいするんですかね、今の時代。でしたら、なんか YouTube やってるのが出てきて、ハルミフラッグって書いてあって、なんか、<laughs> ここから <laughs>、ここから国を作るんだっていう。 <laughs> 国っていうのかなちょっと表現が間違っわたら申し訳ないんだけど私はそういうイメージで受け取ってそう <laughs> それはちょっと警戒されるでしょうみたいな話がありましてまあそういうのが随時あるかもしれないんですけどでもまあそういうなんかこうやったれみたいな人たちがやっぱりこれからの世界をね変えていくっていうところがありまして非常にやっぱり見てて飽きないですよねはい。 またというわけで、まあ、本日はいろいろお話ししましたけども、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。